池江康子と武器は、日本中央競馬会の長教師。東山高等学校を経て同志社大学文学部、卒業、立党トレーニングセンター所属。父は、元長教師の池江康郎。おじに、池江敏郎元休務員がいる。同級生に、竹豊がおり、幼馴染である。騎手を志したが、中学2年生時の1年間で身長が14センチメートル。 伸びたため、機種になるのを断念した。1993年、先見国一級者所属の、長教休務員に、同年先見国一級者所属の長教助手となる。1994年、池江康郎級者に移籍、ステイゴールドなどを管理した。その後、1995年にはイギリスに、1996年からは、アメリカに渡り、 マイケル・スタウト級舎やニール・ドライス・デール級舎で調教助手を務め腕を磨く2003年に調教師免許を取得し2004年に級舎を開業2004年3月20日ソニック・サーパス号で初出走、初勝利を挙げた以降は順調に勝ち星を重ね2006年にドリーム・ジャーニーがアサヒ・ハイ・フューチュリティ・ステークスで初重症制覇にして 初の GI 勝利。2008年は、最多勝利長教師賞のタイトルを受賞している。父が2011年2月に定年で長教師を引退することに伴い、在籍していたトゥザグローリーなどを引き継いだ。2011年東京優秀にて、父、ヤスローが管理した、父ステイゴールドと、ボフメジロマックイーンという池やゆかりの決闘である、オルフェーブルで、 史上二組目となる親子二代でのダービー勝利であった。また42歳4ヶ月17日でのダービー勝利は、グレード制導入後では、最年少ダービー調教師となった。オルフェーブルは、菊花賞も制し、史上初めて親子で3冠場を管理した調教師となった。さらに翌週の天皇賞も、当選冗談で制し、2週連続 GI 制覇を達成した。 父安ソローは1991年に、メジロマックイーンでの天皇賞制覇を逃しており、息子が20年後に雪辱を果たした形となった。またオルフェーブルでは、同年の有馬記念も制し、兄ドリームジャーニーとの兄弟制覇も成し遂げた。2012年、13年とオルフェーブルで、外旋門賞制覇を狙ったが、いずれも前哨戦のフォア賞こそ勝利したものの2着と、敗れている。 2015年優秀品馬をミッキークイーンで優勝し、自身初の品馬 GI 制覇となった。また同馬で、周華賞を模し、品馬2冠を達成した。2016年には佐藤のダイヤモンドで、ボバクラシックを賑わせる。サツキ賞、ダービーとさん、2着と赤敗したが3冠最後の一戦、喫花賞で見事に優勝。安状のクリストフルメイル騎手にとっては、これが、 日本での初クラシック競争制覇に、馬主の里見治にとっては、馬主生活初の GI 制覇となった。このコンビは続く、有馬記念でも北三ブラックをゴール直前で、差し切り優勝。この勝利で、池江急車は、史上最多の有馬記念4勝目という大記録を、達成した。また、里見オーナーとのコンビでは、他にも里のアラジンで2017年の、安田記念を、 里のクロニクルで、チャレンジカップを、里のアーサーで2018年のエプソムカップを制するなどを活躍している。特に里のアラジンでの安田記念勝利の際には、この馬で GI を取れなかったら、調教師失格とコメントしている。2017年には、サツキ賞をアルアインで勝利し、2着にも、自給者のペルシアンナイトが入り、ワンツーを決めている。 そして、ペルシアンナイトも秋には、マイルチャンピオンシップを制し、GI ホースの仲間入りを果たした。2018年は GI で勝利は上げられず、重賞を4勝に、止まった。キサラギ賞史上最多の4勝を上げており、2019年に、ダノン・チェイサーで制した際には、定年まで、あと6つは勝ちたいと語っている。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。